徳島県鳴門市のすだち園すだちは、みかん科の常緑低木ない市中高木。徳島県原産の果物で、カボスやユこうと同じ高山柑吉類。名称の由来は、食図として使っていたことにちなんで、巣の立花から、すだちと名付けていたが、現代の一般的な古障はすだちである。夏季は5月から6月頃、純白の花を咲かせ、秋頃に果実が実る。 火火が多い未熟化のうちに収穫し出荷するが、熟すとみかんと同様に黄色くなる。旬は8月から10月で、露地栽培の果実が出荷され、香りも味わいも最も良いものとなっている。冬の11月から2月の出荷品は、露地栽培したものを冷蔵して販売し、酸味は比較的穏やかとなり、柔らかな味が楽しめる。3月から8月は、ハウス栽培品で、 一年中入手することができる。現在の主な産地は徳島県上山城や佐野ごう村阿南市である。日本における収穫量は2005年が4469トン、2010年が5882トンであり、その98%が徳島県で生産されている。すだちは徳島県を代表する 特産物であり、すだちの花は1974年に徳島県の県下に指定されている。1993年にはすだちをモチーフとした、すだちくんという徳島県のイメージキャラクターが誕生した。外皮が青、または黄色の果実を切り分け、鍋料理の具やサンマなどの焼き魚、魚介類の刺身、あるいは焼き松茸などを食べる直前に、料理に果汁をかけるために添えられる。 果汁は食用酢としても用いられ、通常の巣の代わりに酢のものの材料としたりする。果汁以外では青い果実の外皮部分を薄く切ったり、薬味おろしでおろすなどして薬味として利用される。すだちとかぼすでは巣立ちの方が小さい。徳島県では比較的安価で果実を含めジュースやお酒などとしてどこにでも売られている。レモンやライムの果汁に 豊富なエリオシトリンは、すだち汁にも同等程度含まれるが、ゆず汁やカボス汁には欠ける成分である。また、ネオエリオシトリンも、すだちの過費や果重に検出される。エリオシトリンは、脂質化酸化に対する抗酸化作用が発表されており、ネオエリオシトリンとともに、アレルギーや動脈効果に関与するリポキシゲナーゼの形成を阻害するとされる。また、ナリルチンは、 花粉症に効き目があるとされる和歌山県の特産柑橘類蛇腹の有効成分とされ蛇腹汁にはゆず汁の6倍の濃度があるとされるがすだち汁にもゆず汁の3倍との結果があるただしこの物質は可比にならばゆずやカボスにも相当豊富であるカルシウム吸収の促進効果が研究されている2006年徳島大学の研究チームが すだちの絞りカスに血糖値の上昇を抑える効果があると発表した。同チームと農協の共同研究で、すだちの絞りカスの成分に糖尿病治療の効果がある可能性が判明し、ラットに対する実験で慢性糖尿病の状態にしたラット7匹に対し、1年間すだちの絞りカスの粉末を与えたところ、6匹に改善の効果があったことが分かった。ありがとうございます。